急なんですけど、皆さん自作自演したことありますか？僕からちょっと前ヨドバシカメラで冷蔵庫買ったんですけど、その時待ち時間の時にウォーターサーバー勧められたんですよ。いかがですかって。いや大丈夫ですって断ったんですけど、結構しつこく聞いてきたんで、実はあるんですよ大丈夫ですって嘘ついたんですよ。まあ気使った嘘ですよね、こう諦めるきっかけというか。ほんなら古畑任三郎ばりにガン詰めしてくるんですよ。ほう、何何何のメーカーみたいな。ブチ切れましたね。しつけよーっつって、あ嘘もういらないからっつって。あれってギリ逆切れですかね。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。寒暖差アレルギーかなんかわかんないですけど、めちゃくちゃ体調壊してます。そんな中、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきました。タックさん、こんばんは。こんばんは。詩人逮捕の動画面白かったです。ありがとうございます。ガッツチャンネル氏は結果マッチポンプで逮捕されたっていうことなんですけど、他にも自作自演で逮捕されたような事件などあれば、ぜひ動画でまとめて紹介してください。お願いします。あと4万円盗まれたのも悲劇のヒロイン演じるための自作自演なんですよね。いい加減白状したらどうですか、ということなんですけども、やっちゃおうかなこれ。ただこれで自演だった時めちゃくちゃ怖いっすよね。これ何年間こすってんのみたいな。でも結構ガチで当時普通に疑われましたね。ひでえ世の中だぜ。ペイントせいやね。こちらリクエストありがとうございます。完全余談なんですけど、この自作自演っていう言葉、英語で言うとマッチポンプっていう単語が意味としては近いんですけど、これまあ僕が最近知ったかっこいい言葉ランキング1位なんですけど、語源がですね、マッチつまり火とポンプつまり水が合わさったものでして、意味としては自分で問題を起こして自ら解決するというね、火を起こして水かけるみたいな、その流れによって利益や評価を得ることになるんですよ。ただまあ自作自演の違いとしては、そこに悪意があるかないかの違いで、マッチポンプっていうのは自分が得をするために他者に迷惑をかけてる点では悪意があると、そういった表現になるそうですね。まあ、皆さんもぜひ好きあらば使ってみてください。でちょっと本題戻るんですけど、自作自演といえば最近こんなとんでもない事件ありましたね。それが先日11月23日、今年の9月に新しくできた横浜市の音楽施設 K アリーナ横浜、この場所で女性が刺されたっていう119番通報があったんですね。でこの日がですね、 MTV VMAJ2023 つって、ヤマピーさんらがめちゃくちゃかっこいいライブをやってたんですけど、事件発生がこのライブの直後だったんですよ。で僕もこれニュースで見て、もう何があったんだろうとすごい物騒だなと思ったんですけど、この3日後の26日ですね、事態が急変しました。っていうのも目撃者、あと逃げた人が全く確認できないってことから、警察がですね、本人そして当日一緒にいた夫から詳しい話を聞いたらですね、なんと女性はですね、自ら持ち込んだ刃物で自分を刺してたということが分かったんですよ。まさかの自作自演だったんですよ。でこの謎だらけの事件を受けて SNS 上では、目立ちたかったんかなとか、自作自演人騒がすぎるなとか、承認欲求の塊かみたいな、そういった批判のコメントが相次いで、ただ絶対なんか動機があるはずじゃないですかって肝心の動機なんですけど、この女性はですね、悩みがあったとだけ話してるそうです。怪我自体幸いにも軽傷だったということで、現在自宅に普通に戻ってるということなんですけど、まさかのどんでん返しですよね。まあ、とりあえず無事でよかったんですけど、悩みがあって突き刺すでどうしたんだって感じですけど。ただもう一つ、最近ハロウィンでもこんな事件ありましたね。それが新潟県新潟市、70代の男性がですね、刃渡り約13センチの包丁が腹に半分ぐらい刺さってる状態で消防へ駆け込んだんですよ。で男性が当初ですね、家に強盗が入って刺されましたって話して、警察は強盗事件として捜査を進めたんですけど、まさに翌日、この事件全て男性の自作自演だったことが分かってます。いや仮装しすぎでしょこれ。腹に13センチ半分って6センチ入ってますよこれ。でも男性はまあ借金してて自殺するつもりだったって話してるんですね。ただ幸い2週間程度の怪我で済んだそうでして、自作自演で立て続けに起きたということで、またこのワード話題になってたんですけど、こっからはですね、まあ、海外の事件いくつか紹介するんですけど、海外ってやっぱスケールがちょっと違うんですよね。早速なんですけど、こちら2022年、去年ですね、30代の女性がまず誘拐されて、その母親の元に身代金を要求する動画が送られてきたんですよ。でこの送られた動画っていうのが娘だったんですけど、口から血を流しながら目隠しされて、首元には刃物も突きつけられた状態で、ママ私誘拐されたの、理由はわからないわ、警察には何も言わないで、約束破ったら私殺されちゃうからって話してて、これを見た母親急いで銀行から日本円で710万円ぐらい引き出して普通に警察行ったんですよ。まあ行きますよね。で警察はすぐ手がかりを求めて、娘が当時付き合っていた彼氏の自宅を捜索したら、あれと、動画で使われてたナイフ、目隠し、バンダナと、いろいろ動画内のものが発見されるんですよ。これ二人どこ行ったんだっつって居場所を突き止めるべく捜索を続けたら、なんと娘と彼氏カジノでギャンブルしてました。とんでもないよこれ。で改めて捜索したら、この誘拐騒動、実は娘と彼氏、そして彼氏の家族も関与していたんですね。あの恐喝容疑で全員逮捕されてます。で警察が詳しく調べを進めたら、実は娘過去にもですね、私の命が危ないっつって母親に嘘の手紙を送って、日本円で約650万円ぐらい騙し取って、彼氏の家族と山分けしていたことも発覚したんですよ。毒を
親ならぬ毒娘ですよね。てかなんでそんなお金持ってんだっていう話もありますけどね。まあなんかいろいろあったんでしょうね。じゃあ次です。こちら2021年2月、アメリカのアリゾナ州、19歳の男性がですね、革ベルトで両手を背中に縛られて口にバンダナを詰め込まれた状態で横とあってるところを発見されて、事件当日自宅を出たらいきなりマスクをかぶった男2人に殴られて意識失いましたと。その間に車に乗せられてここに置き去りにされた。自分の父親がどっかに隠した大金が目当てだったと思うんですよねって話してたんで、警察は金銭目的の誘拐事件として捜査を開始したんですけど、ただその周辺の防犯カメラの映像どこを見ても誘拐されたという証拠一切見つかりませんでした。さらに男性の証言もかなり曖昧だったんで、取り調べを続けたところですね、ようやく自作自演だったことを告白します。この理由なんですけど、仕事に行きたくなかったからだそうです。でこの男、虚偽の報告をしたことによって逮捕されて、勤めていた工場から解雇されたんですよ。だからある意味作戦成功してるんですよ。してんのかなこれ。次3つ目ですね。2022年の12月、インドネシアに住んでいた女性が Facebook 上に、私の母が自宅の近くで事故に巻き込まれて亡くなってしまいましたと、そういった内容の書き込みを行いました。で投稿には母の遺体の写真、病院で亡くなった後に運ばれる動画とかも載せたんですよ。結構みんな信じてたんですけど、これ全部嘘でした。ただこの娘が嘘ついたんじゃなくて、母親が自分の娘の Facebook に勝手に投稿していたんですよ。これ何のためにしたかというと、知人から借りた借金を踏み倒すためだったそうでして、その数日後ですね、娘は母親が意味わかんない投稿してるっつって、私の母は普通に生きてますと、死んだことにしたのは借金の返済から逃げるための嘘です、どうか母のとんでもない嘘を許してくださいと投稿して、この借金ママ騒動っていうのがインドネシアで大々的に報道されたそうです。これはもうデンジャラス母ちゃん認定ですね。じゃあちょっと日本に戻るんですけど、これ自作自演を余儀なくされたみたいな事件なんですけど、この事件が今年の7月ありました。都内の大学に通っていた中国人留学生の女性のもとにですね、上海警察を名乗る男から、あなたの携帯電話がマネロンに使われてますと、マネーロンダリング資金洗浄ですね、こういった内容の電話が来たんですよ。で留学生に心当たりなかったんですけど、顔写真入りの職員証が届いて、彼女が信じてですね、そのままやり取りを続けてたんですよ。じゃあ次、警察官から、留学生のキャッシュカードが詐欺に使われていて、あなたに逮捕状が出てると、逮捕逃れるためには保証金がいりますっていう連絡が入るんですよ。で怖くなった留学生が親にお願いして700万支払ったんですよ。ただ次に3200万円お願いしますって要求されて、さすがにそのお金はないわって伝えたら、じゃあお前誘拐演じて親に払わせろと、捕まれば家族の恥になるぞって言われるんですよ。警察がそんなこと言うはずないじゃないですか。ただ女性完全に信じ込んで、指示通りビジネスホテルに一人でチェックインして、そのまま100円ショップで購入した絵の具などを使って暴行を受けて、額や口元から血が出てるように装って、足はロープで縛って、その姿を自分のスマホで撮影して中国にいる親に送信したんですね。でその動画を受け取った両親が知人を通じて日本の警察に通報して、すぐに着信履歴とかから彼女がいたホテルを特定してチェックインして、その2時間後にすぐ保護することできたんですよ。ただこれが全部偽装させられたものだっていうことを知ったんですけど、実はこの偽装誘拐っていうのがかなり最近増えてて、今年都内だけで10件以上発生してるんで、まあ、留学生の方々、そうじゃない方々もですね、十分気をつけてください。じゃあ最後、これは日本史上最大級の自作自演スゴー事件という事件なんですけど、スケールで言うと間違いなく狂気でかいです。この事件がですね、1952年戦後の混乱期に起きたものなんですけど、大分県にあるスゴー村という場所で起きた事件。まずこの時代背景なんですけど、1950年代っていうのはですね、敗戦の混乱期ですね。 GHQ によって主導された民主化政策っていうのが冷戦の影響で徐々に弱まりつつあった時で、かつですね、レッドパージっつって、共産党員とか共産党支持者たちを公務員とか社員から解雇してちょっと追い払いましょうみたいな、そういった運動も本格的になりつつあったんですよ。これがいわゆる逆コースとか呼ばれる動きなんですけど、でそんな中ですね、ある日スゴー村で警察の駐在所がダイナマイトで爆破されるという事件が起きました。警察がすぐに付近にいた日本共産党員2人と仲間の党員3名を逮捕。5名が爆発物取締罰則違反で起訴されて、新聞でも共産党による武力闘争の一環だと大々的に報道されたんですけど、この事件思わぬ方向へと転びます。この公判が始まって、起訴された5人がですね、事件当日共産党支持者の一木という男から呼び出されて、その帰りに逮捕された。この事件は誰かのでっち上げだっていうふうに主張したんですよ。っていうのが、この爆破直前ですね、現場付近にはまるでこの爆発を事前に知っていたかのようにですね、警察官が100名近く待機していたんですよ。でなかなか怪しいですよ。もう100人もいたらみんな見てるんですよ。ただ弁護側の主張も虚しくですね、この時の5人には有罪判決が言い渡されたんですよ。ただその後弁護士団がですね、この一木について詳しく調べたら、だんだん不可解なことが分かってきました。まずこの一木という人物、事件のおよそ3ヶ月前にこのスゴー村に引っ越してきてて、製材所で働いていたんですけど、事件当日のアリバイがなかったんですよ。それと全く同時期にですね、大分県本部の巡査部長戸高という人物も行方不明になっていたんですね。で実際にこの一木を知る住民らに戸高の顔写真見せてみたら、あ、この人3ヶ月前に引っ越してきた一木さんですよねとなったんですよ。2人がこれ同一人物だったんですよ。最終的にこの戸高という警察、何をしていたかというと、共産党に対する潜入捜査を行っていたんですよ。でこの駐在所爆破っていうのが、この5人に罪をかぶせるための警察による自作自演だったことが分かっています。これによりこの5名には無罪が言い渡されたんですけど、ただこのうち3人はですね、別件のダイナマイト所持とか、脅
脅迫事件で有罪判決を受けて、一方この戸高に関してはダイナマイトを運んだとしては起訴されたんですけど、ダイナマイトの運搬に関してはあらかじめ上司に報告していたんで自首ですねっつって無罪だったんですよ。でここからちょっと闇なんですけど、最終的にはこれノンキャリアの警察官が昇進できる最高クラスの警視庁にまで昇進してます。ダイナマイト出世やからこれすごいよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は自作自演がバレた事件を紹介しました。最後の事件で現代だと絶対ありえないですよね。まあわかんないですけど、ちなみに皆さんの中でも自作自演これバレたなっていうのあったらね、動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。というわけで今日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。風邪ひくなよ。